起点方面は、田畑の広がる風景へ。集落が点在する。終点の国府停車場手前にて、画像奥が西口で、ロータリーになっている。愛知県道375号前、芝国府停車場線は、愛知県豊橋市前芝町から、愛知県豊川市、久保町に至る県道である。道路の周辺には、田んぼや畑が多く、豊橋市から、 豊川市水戸町までの区間は、大畑の中に集落が点在するような道が続く。特にすけ、長尾を渡ってすぐ右に入った旧道の JR、東海道線踏切の前後はもともと道幅が狭く、国道23号豊橋バイパスの開通とともに、車両通行止めとなり断絶されていたが、後豊橋バイパスの東側に、沢木湖線橋が開通して、再びつながり、 踏切は廃止された。そこから北進し、豊橋バイパスと少し離れて並行する。水戸町上、沢木の集落で、愛知県道373号、今野豊川線と H 字上に重複、交差し、愛知県道31号と三河環状線を、過ぎると民家が増えてきて、森一丁目交差点から先はまた道幅が狭くなる。音羽川を二回渡り、さらに商店が密集する。 商店街を抜けて国府駅前に至る。国府駅の近くには愛知県立国府高等学校や愛知県立ミッド高等学校、豊川市立西部中学校、豊川市立国府小学校など学校が多く、駅前には学習塾が集中している。終点は国府駅の西口でロータリーになっている。付近には国府駅通りと書かれた歩行者向け案内板が立っている。 2018年現在、森五丁目森一丁目の経路が東側の振動に変更されている。ありがとうございます。